海と日本プロジェクト in 秋田県。こちらのウミガメ、皆さん何を食べているか分かりますか？そう、ウミガメが食べているのはクラゲです。そしてこちらをご覧ください。水中に浮かぶビニール袋です。クラゲにそっくりですよね。ウミガメが間違って食べてしまうこともあります。今世界的に海洋ゴミ問題が深刻化し、海を汚染するだけでなく、そこに住む生き物にも影響を与えています。2050年には魚より海洋ゴミの量が多くなると言われています。海洋ゴミは海岸に打ち上げられた漂着ゴミ、海を漂う漂流ゴミ、海底に沈んだ海底ゴミのことを言います。漂着ゴミは秋田県でも毎年多くの方が清掃活動を行っています。しかし時間が経つとまた多くのゴミが海岸へとやってきます。このゴミは一体どこから来るのでしょうか？漂着ゴミは海外から流れてくるもの、海岸でポイ捨てされたゴミなどもありますが、多くは私たちが生活する中で捨てたプラスチックボトルやお菓子の袋などの家庭ゴミです。街でポイ捨てされたり外に置いたゴミが風や雨によって川に入り、川の流れに乗って海に出ていったものが漂着します。プラスチックのゴミは分解されずにどんどん海岸にたまり、海岸を汚します。海岸をきれいにしてもゴミがどんどん流れてくるので、しばらくしたらまた汚れてしまいます。そんな中、私たちが日頃の生活ですぐに実践できるものとして 3R があります。 3R とはリデュース、リユース、リサイクルの頭文字を取った3つの行動の総称であり、限りある地球の資源を有効的に使う循環型社会を目指すものです。海と日本プロジェクトでは海洋ごみ削減に向けた取り組みチェンジフォーザブルーを掲げ、多くの方々と海洋ごみの削減に取り組んでいます。増え続ける海洋ごみは私たち一人一人が普段からごみを減らす努力をすることが何よりも大事です。皆さん一緒に海を守っていきましょうね。海と日本。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。